どっちにする？他に欲しいものはある？毎度あり。はい、どうぞ。他に欲しいものはある？はい、どうぞ。他に欲しいものはある？他にして欲しいことはある？これでいいかな？クライブにぴったりだ。よし、できた。ますます良くなったね。よし、できた。クライブにぴったりだ。他にご用件は？
トルガル、大丈夫か？マザークリスタル、ドレイクテイルはすぐそこよ。ここで破壊しましょう、クライブ。ああ、行こう。だが、どこでバハムートが現れるかわからない。ええ、気をつけましょう。ひどい有様、どうにか進むしかない。クライブ、この気配。ああ。やるしかない。
登れる場所はあるかしら。もう急ごう。
ホルン、ホルン、やれ。ジョシュアのことならきっと大丈夫よ。ああだといいが。これまでの奴らとは別格らしい。どうしてくれそうにないわね。そのようだ。
まったく、どんどん強くなってる。考えるのは後にしよう。今はとにかく俺たちのなすべきこと。ええ。あの中から抜けられるか。行ってみましょう。静かに。人の気配だ。オリビエだけは誰にも渡さない。それがシルベストルとの間にできた子ですか。なぜです、母上。なぜ裏切ったのです。大罪人が。答えなさい。北の野蛮人の娘、生かしてやっていた恩を忘れたのか。エルウィンという男はロザリアを守るため陣水しすぎた。国などという入れ物にどれほどの価値があるのか。父上は国を守っていただけではない。そこに住む民を守っていた。たかが民草を守って何になる。真に守るべきはそれを滑る者、そしてそのための高貴な血だ。血筋さえ絶えなければ国は作れる。民草を生み増やすことさえもな。私の血、そして私の腹から生まれた子、高潔なる血さえあれば世界を滑ることができる。だからザンブレクにロザリアを売ったのだ。バハムートを生むルサージュの血をも取り込み、この地上に君臨する最も高貴な子を成すためにな。そんなことのためにロザリア公国を。あなたにはもうジョシアがいただろう。何を言う。お前はドミナントに覚醒しないばかりか。父親に似てたくましく、しぶとく成長して、その強さはジョシアにこそあるべきだった。強い嫡男は妾の子に違いないと周囲に笑われ、フェニックスを持つ子は病弱。彼女の腹には重かったのだと下からそしりを受ける屈辱、決してお前などには分かるまい。お前さえフェニックスを宿していれば。それでも幼いジョシアはあなたの期待に応えるために国を担う重責に耐えていた。だから俺は盾となった、ジョシアを守るために。だがあなたは何をした。耐え難い現実から目を背け、ただ逃げただけじゃないか。俺たちを捨てて。ジョシア、私の哀れな子。あの日あの子は助かるはずだった。そのための迎えも。なのにどうしてお前が生き残ってジョシュアが死んだのだ。あなたは本当に何も見えていないんだな。外を見ろ、ジョシュアはそこにいる。バハムートと戦っているんだぞ。ジョシュア！くそ、
とどめを刺すつもりか。そんなこと俺がさせない。クライブ、thank you.
そこに入ればいいのか。取り込んでる。やらせはしない。